周辺2006年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成大崎上島は瀬戸内海芸与諸島の島。広島県豊田郡大崎上島町に属する。本州竹原市から南に約1 0トルに位置する。広島県内の島では江田島、野見島、 倉橋島に次ぐ面積であるが、上位二つが離島下境として、本州とつながっているが大崎上島はつながっていない。瀬戸内海で見ると、小戸島に次いで二番目の大きさの離島であり、離島進行方指定離島である。上大崎群島の中心であり、周囲には、幾野島、長島、千切島の有人島の他佐組島、薄島、船島、折面島、 スクカ島などの無人島と20以上の小島が点在している。少し離れた南西側が呉市の大崎下島。東側から南側にかけて愛媛県になり、東隣が大見島、南隣が大下島、岡村島になる。島の北側の海域が国の天然記念物のスナメリカ有海面、北東側が日本百景ただの海海岸になる。 面積は38.27平方キロメートル。北東南西方向に長く伸び、南北約8キロメートル、東西約9キロメートル。最高峰は、上峰山452.6メートル、瀬戸内海国立公園特別地域に指定されている。島全体はほぼ丘陵地で、平和狭い。島の東側は赤陵を形成し海岸まで迫り、平地は狭く、 入り江に集落が点在する。一方で島の西側は、干拓から形成された平野が比較的あり、島の中心になる。海岸線はほぼ入り込んでいる。気候区分は、瀬戸内海式気候。地質はほぼ河口岸。島内人口8353人。2000年から2010年の間で、人口は16.2%の減少。2010年。 高齢化率43.0%。少子高齢化が進んでいる。行政区分は、全党域が豊田郡大崎上島町。以下、郵便番号順で住所を列挙する。役場は、島の北西側の東野にある。主幹産業は、柑橘栽培を中心とした農業と、造船などの製造業。2010年現在の産業別就業者は、 1> 第1次580人、第2次868人、第3次2089人。ただし2000年から2010年の間での各産業別就業者における減少率は、どの産業も25%を超えており、すべての産業において著しい減少傾向にある。上水道は本州側からの海底送水管で結ばれており、2012年、 現在普及率99%。下水道は処理区域人口普及率で2012年現在68.0%。ただし、治療の計画収集率、生活排水処理の推薦化率は共に100%。医療機関は診療所が6カ所、死科4カ所、病床数は45床。救急医療に、ヘリ輸送も整備されている。携帯電話、 光ファイバーなどの情報ネットワーク網は構築されている。本州及びた島からの交通手段が都線に限られている。弥生時代以前の遺跡は、上大崎群島内の陸野島や薄島では発見されているが、大崎上島では発見されていない。特に陸野島では、沿岸全州で縄文時代から弥生時代の遺跡が発見されており中には、 聖炎土器も見つかっているが、その西側対岸にあたる大崎上島のたるみでは全く発見されていない。大崎上島で埋蔵文化財が出てくるのは古墳時代のものになる。それも西側に偏っている。代表的なものが大串の聖遺跡と長松遺跡で共に聖炎土器が発見されており、少なくともこの時代から塩用づくりが行われていたことになる。 古墳も同様に西側に点在し、いずれも小規模なものである。聖には正1号から4号古墳があり、1.34号は箱式石棺、2号のみ横穴式石室、4号のみ大崎上島町史跡で別なお変が微古墳と呼ばれ、石棺長さ1.7メートル幅0.4メートルで、頭部には朱塗りされ、人骨も発見されている。その他、 中野の黒崎遺跡、同じく光金谷古墳が町史跡。中世、この島は大崎荘という荘園であった。記録によると、県庁5年、この池寮に大崎荘の名が出てくる。時代が下ると、高昇元年で大崎寮荘、文明12年で、これに加え大崎中将の名が記録に残る。年貢は、瀬戸内海の他の島々と同様に、 塩であった。機内に向け塩が運ばれたことにより交易門ができて、行き、その回路を水先人として取り締まる海賊州が生まれるのである。この島にも海賊州がおり、最終的には大崎州と呼ばれた集合体となった。文禄四年小早川古文書には、大崎州として、沖浦葛城の州土倉源右衛門、大崎東野省大館、有田前右衛門、 大崎中小大官金山清兵衛、大崎西の小大官田坂正兵衛の名が書かれている。島全体に中世の上司が12カ所存在するが、これらは大崎州のもの、あるいは秋小早川氏と村上水軍などの伊予の死刑海賊州との縄張り争いの中で作られたものと推定されている。大崎州は戦国時代になると、 ただの海を拠点とした小早川諸家の裏胸勝の参加に入ることとなり、小早川水軍そして毛利水軍に組み込まれることになる。記録によると、五福島の戦いの前には毛利方に組み込まれており、第一次木津川口の戦いなどに従軍している。天正16年海賊帝司令により、海賊勢力は解体されることになる。木の絵は分読。 慶長の役において造船校となった中世から江戸時代初期まで大崎上島は大崎島の名で通っていた。例えば元和5年の地行帳や江戸時代初期の知史であるゲイ祖内国軍史にその名で記載されている。一方で現在の大崎下島は中世までは下島と呼ばれ伊予国三島領であった。江戸時代に大崎上島、下島ともに 広島半蔵入地となった。大崎上島、下島の名が出てくる時期は不明だが少なくとも、江戸時代のことで、例えば、井の唄だたか、日本実ル速録には、大崎上島、州巡る12里11町七間大崎下島、州巡る5里27町49件で記載されている。江戸時代、この地は、生園や漁業が盛んであった。そして、島の北側は、 広島藩が大規模開発した竹原園園と広島藩市藩である三次藩に唯一の年貢石、出港であった多だの海等の南側は西回り航路が創設され以降、沖乗りの港としては広島藩随一となったみたら市と周辺に広島藩公駅網の重要地があったことから、この島では海鮮創業及び造船が主幹産業となった。幕末期には、 島民ほとんどが海鮮創業に絡んでおり、ただの海海鮮問屋の幕末期の取引記録によると、大崎島の客船は100層以上にも及びこれらは、芸余諸島周辺で日用品の取引を行う小型海鮮を運用していたと考えられている。造船は、広島藩内ではもともと、倉橋島が中心であったが、時代が下るとこの島でも盛んになった。戦国船も、 多数作られ、選手も存在していたという。近代での大暴月の造船場その中の一つに、海鮮丼屋、押し屋がある。この家は、餅月家といい、幕末から明治時代に入ることになると島串市の海鮮丼屋となった。この餅月家が明治期に長崎の高島炭鉱や松島炭鉱からの石炭輸送を一手に引き受けることになると、島内、特には、 近畿へ向かう石炭輸送の中継基地として栄えた。もちづき家は政治家一家であり、もちづき介を輩出している。そして近代には木造船から近代的な光線建造へと移り変わる。これは一つに石炭輸送の中継基地となったこと、そして島の東側が見晴らせところと呼ばれた近代における瀬戸内海の主要航路となったことから、 時代の要求に合わせて変化したことによる。昭和期の一時、内航線造船で全国シェア30%近くを占めていたこともあった。ただオイルショック以降の造船不況が影響し、衰退している。大崎上島は、広島県内の離島としては最も大きい島である。昭和に入るいくつかの離島下境計画の中に、あるいは平成の大合併に絡み周辺自治体との、 連携で、加橋計画が上がるものの、どれも実現には至っていない。2016年現在、大崎上島における、唯一の離島加橋が、中国電力によって、長島と結ばれた、長島大橋のみになる。以下、架橋構想を列挙する。島には、国立高等専門学校機構広島商船、高等専門学校がある。開校のきっかけは、明治時代、 島では海戦創業が盛んだったところ1896年船舶職員令が改正され従来の船頭では近代船の船長になることができなくなった。そこで近代的な船舶ルールを学ぶ商船学校を設立することとなり、豊田軍内で最も船を持っていた東の村、中野村を中心に大崎上島、大崎下島、及び 周辺沿岸拡町村の13町村で学校組合を組織し、1898年組合立、芸用会員学校として創立した。後に幾地島、高根島、多だの海町などの町村も組合に加わり講師、船長養成学校となり、1899年、実業学校令に基づき、芸用小船学校に改名され、と現在まで続いている。 2013年政府は日本最高戦略の中で国際バカロレア認定校の大幅増を目指すと決定。その中で広島県教育委員会では併設型中高一貫校、グローバルリーダー育成校を新設する動きとなり、県内の各市長が誘致に動いた結果、大崎上島に決定した。その広島県立広島エッ学園中学校、 高等学校は2019年開校した。神峰山と金剛寺海と島の歴史資料館ここでは、上記以外で町観光協会で紹介されている主な名称を列挙する。以下、町観光協会で紹介されている交通手段を列挙する。上記の通り、交通手段は都選のみになる。ありがとうございます。